貴様の王儀を破ったのは執念に勝る俺の怒りだ。怒り、ケンシロウ、俺の命はあとどれくらいだ。1分だ。そうか。ユリア、これは人形。そう、俺たちの戦いは永久に決着がつかないのだ。どういうことだ、シン。お前からユリアを奪った後、俺はユリアに与えうるべき全てのものを与え続け、ユリアの気を引こうと必死だった。宝石、ドレス、だがユリアの心は動かなかった。俺はさらなるものを探し、そして俺の与えうるべき最高の運、この町サザンクロスを手に入れたんだ。俺はこれでユリアの心を動くだろうと思っていた。だが、見ろユリア、お前の町サザンクロスだ。この町のすべてがお前のものだ。何も考えなくていい。すべてがお前の意志のままに動く。これでもまだ心は動かぬか。シン、私の心は変わりません。私の心が変わらない限り、あなたは同じことを繰り返すでしょう。いえ、もっとひどいこと。ユリア、何を。罪もない人が何人も苦しみ、そして死んでゆく。そんなことは私には耐えられない。よっ、ユリア。最後まで俺はユリアの心を掴むことができなかった。ユリアの中にはいつもお前がいたからだ。ユリアのために築いたこの町があいつの墓標になってしまった。こんな町も権力もただ虚しいだけ。俺が欲しかったものはたった一つ、ユリアだ。どうやら俺も ここまでのようだ。だがな、俺はお前の剣では死なん。さらばだ、ケンシロウ。死剣とキングの間にそんなことが。でも剣、なんでそんな奴のために墓を。同じ女を愛した男だからだ。壮絶なる戦いの末、シンを倒したケンシロウ。だがケンシロウの胸の中には例えようのない虚しさが残っていた。終わることのない旅の果てに、ケンシロウは自分の生きる理由を見つけ出すことができるのだろうか。ガバガガ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 ガ
リ様。どこの？なんて野郎だ。俺たちも加勢するんだ。お母さん！